KT ちゃんの思い込み激しく KT ちゃん on FM 横浜 Podcast。 やっほー、 KT ちゃんです。この時間は聞いてる？第1、第3、第5木曜は KT ちゃんがお送りする思い込み激しく。 KT ちゃんが FM 横浜の番組と連動してお送りしています。ということで、私一人ではなくてね、この思い込み激しくを一緒に盛り上げてくれる強烈な助っ人をご用意しております。元気ですか？ハードル上げすぎなんですよ。そもそも上げすぎ、そもそも上げすぎなんですよ。いや、ちょっと改めて今ね、石田さんのこと誰やねんってみんな思ってると思うんですけど。言っちゃった。はい、音楽ディレクターの石田です。はい、石田さんです。はい、KT ちゃんと石田さんって3までが名前なので、はいはい、皆さん心得ていただいて、まあね、私たちは、まあ、共に音楽を奏でる仲ですよね。分かりづらいのよ。いや、これが思い込み激しこの私、はい、ちゃんとでもほら説明しましょう、最初なんで、はい、うん、まあ、石田さんは、はい、マネージャーさんでもあり、はい、まあ、曲を作ってくれ、曲を作る時にディレクターとしてこういう風に KT ちゃん、はい、歌ったらいいんじゃないと か、そういうところで、私を導いてくれる、まあ、共に KT ちゃんを盛り上げてくれる仲間でございます。はい、はい、まあ、そんな石田さんと私で思い込み激しく、はい、いやでもね、うん、なんで俺が喋るの、そもそも。おかしいんですよ。でもちょっと最初ね、はい、このお話いただいた時に、うんうん、いや、ありがたいお話じゃないですか、はい、KT さんね、うん、番組どうですかって、はい、石田さんもどうですかって、おかしい、全然おかしい。確かに、そう、普通だったらね、私一人で喋ればいいじゃんってことですもんね。そう、多分よっぽど、うん、あの FM 横浜の方が、はい、KT の一人喋りが不安だったんです。いやでもこれに関してはマジで否定できなくって。否定できないんかい。そうっていうのも、あのこのタイトルにもなってる通り、私は思い込み激しこちゃんなんで、はいはいはい、もう話してるとどん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 違う方向に、抽象的な方向に行ってね、ぴったりだよね。もうほんとそうだもんね。そうだから聞いてる人がわけわからなくならないように、なんかちゃんとその現実世界の住人を置いておこうって思ったなと思いますよ。FM 横浜の方も、ね、そういうことだよね、はい、そうそう、うんうん、ということで今回は、はい、初回収録になるんですけども、はい、まあ、ポジティブしか勝たん括弧仮からレギュラーになって、うん、思い込み激しこに進化しました、それでは、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは FM 横浜から KT ちゃんがお送りする思い込み激しこ初回、改めてよろしくお願いします。お願いします。それじゃあ早速、今週の1曲目は新曲、 KT ちゃんでちょま。思い込み激しく KT ちゃん on FM 横浜 Podcast。 聞いてる？ KT ちゃんの思い込み激しく、 KT ちゃんがFM 横浜の番組と連動してお送りしているポッドキャストプログラムです。番組でお送りした楽曲は FM 横浜のホームページまたはラジコでチェック。聞いてる？ KT ちゃんの思い込み激しく、この後もまだまだ続きます。 FM 横浜、 KT ちゃんの思い込み激しく、お送りしたのは KT ちゃんでチョマでした。この曲は4月17日にリリースされる EP の中のリード曲になっている曲で、まあ、今回あの韓国のブリンちゃんっていう方 とタイのアイビーちゃんっていう方と3人でこの曲を作ったんですけど、まあ、そういう意味で、まあ、言語が韓国語とタイ語とあと英語も入ってるし、日本語、私の日本語も入ってて、全4カ国語がギュッと詰まったという意味のグローバルな一曲になっておりますってことですね。トラックもね、そう、トラックもタイのボッサさんっていう方がトラックを作ってくださって、うん、でレコーディングもタイでしてね、めちゃくちゃそこですよ、そこめっ
そこを言わないと。そっかそこなのよ。そう、そこですね、うん、いや私初海外だったんですよ。あ、ですよね。そう、もう全てが新世界、別世界、異世界って感じで、めちゃくちゃ刺激的で、なんかそのレコーディングもそうだけど、レコーディングの中でもなんかタイの方とか、その韓国のブリンちゃんだったりとかがすごい自分の主張とか意見とかをもうはっきり、私はこうだと思う、こういう風にした方が絶対いいみたいな風になんか主張しているところを見て、あ、専門知識なくても自分がいいって思った音楽をそのまま奏でればいいんだなみたい なんか、それが自分はこういう風がいいと思うっていうことを主張していいんだなっていうのを、なんかそのタイのレコーディングでめちゃくちゃ感じたし、あとはもう私生活とかでもやっぱ食べ物とか全然味違くて、まあさすがに日本食恋しくなったけど、まあ、タイのマンゴー、マンゴーね、食べたね、はい、美味しかったね、めっちゃ美味しかった。今絶品でしたって言おうと思ったけど、別品でしたって言いそうになった。いや、言いそうになったこと言わない方がいいと思う。うん、入ってないから大丈夫だ。本当、そう、めちゃくちゃ美味しくて、美味しかったね、うん、ちょっと日本のマンゴーとレベル違ったよね。違かった、なんかプルプルで甘くって、でもなんか安かったですよね。そう、安いのよ。そう、なんかタイ、日本で食べたら絶対にもっとするでしょみたいな味するマンゴーとかがもうほんと1500円とか1000円ぐらいの単位で売ってたりとかして、うんうん、すごく幸せな旅でしたね。あとトゥクトゥク、トゥクトゥクやばかったね。トゥクトゥクやばかったですね。タイの乗り物で最終日だけね、1日、そうそうそう、ちょっとオフというかね、うんうん、半日ぐらいでね、回れて、うん、街をトゥクトゥクっていう、なんかタクシーなのかな、屋根がついてるなんか四角い窓がないタクシーみたいな。下手くそ下手くそなんて言えばいいんですかね。まあまあ、でもあの、なんだろうな、こう外をね、タクシーだよね、だからね、タイのタクシーで、まあ外の空気そのままダイレクトで来る感じだよね。そうそうそう、しかも信号がないから、タイはもうある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 、ある信号あるある。嘘、なかったよ。あるあるある、おかしいおかしい、絶対なかった。ないことはないから。あるの。え、だってあの通勤ラッシュの人混みと同じぐらいのあの混み具合と、あの割り込み具合で、そうそう、車走ってましたよ、ね、すごかったね、すごかった、ほんとすごかったね。あれ多分普通に日本人が行ったら事故りますよ、普通に、うん、ぐらいもうね、みんな間縫ってね、もうめちゃくちゃでしたね。そうそう、うん、でも信号はあるから。あるんだ。 それは無法地帯じゃん、もう ね、道路はありました。そう、1個目の思い込み、思い込み、その1、はい、まあ、こんな感じで、まあ、話しながらもね、あのやっぱ石田さんがいると私もさ、ついつい素が出るっていうか、リラックスして喋っちゃうから、はい、よりその KT ちゃんワールドの中に引き込みそうになっちゃうっていう、はい、見事に制作陣の作戦に、はい、ハマっております。はい、まあ、そんな私ですけど、近況の話でいくと、ちょうど昨日、はい、ネオジェネシスっていう MC バトルのイベントに私出てて、今日収録日3月29日ですね。3月29日、そうだから今みんな聞いてるのは4月4日だけど、私が喋ってるのは5日前だということだ。それは別に言わなくていいね。そこはいいのよ。いいのか。そこじゃないのよ。もうただ私の頭の整理が。そう、今撮ってるのは3月29日だけど、うん、その前の日だから3月28日にネオジェネシス出ましたよねっていうところからのスタートですね。はいはい、はい、そうです、はい。まあそんなわけで、昨日 MC バトルだったんだけど、初の2回戦突破。やった。いや嬉しい。やっぱ1回勝てるっていうのは、うん、まあその勢いだったり、うん、運とかもあると思うけど、うん、2回勝ったっていうのはもう紛れもなく勝利だなって思うから、うん、なんか自分の中でもすごい MC バトルに対して自信が持てる日だった昨日は。なんかね、スタイルも変えて臨んで、どうでした？まあ、なんか最近MC バトル出ててちょい調子悪いなみたいな、もっと盛り上げられるはずだよな私みたいな思って、いやもうじゃあもうここは一新して
スタイル変えて戦おうって思って、で昨日までの、まあ、今年初だったんだけど昨日の MC バトルが、でこの 3ヶ月ぐらいもうずっとまっすぐ受け、相手が言ってることを受け止めてそれに対してまっすぐ返すっていうことをもう重点的にもう重きを置いてたくさん準備を、ね、そう準備をして、これね、あの多分すごい伝わりにくいと思うんですけど、あの KT にとってまっすぐ捉えるってことが非常に難しいことで、あの基本ほら人の話聞かないじゃない。でそう基本人の話聞いてないからつもりなんだよね。そうあの本当に、いやそうなんですよ、スタッフさん皆さん、そうそう気をつけてくださいね、あのはいはいとかって全然聞いてない。いやマジでマジで私びっくりしますから。いや本当ね、聞いてるつもりなんだけど、その聞いてると理解するって違うんですよ。みんな知ってる、みんな知ってる、みんな知ってる。いや私はそれに最近気がついて。最近なんだね。19年。そうただ耳の中に入ってることは聞いてるに入らないんだなんて。入らない。そう入らない。理解しないと自分の中で腑に落ちないと聞いてるに入らないんだなと思って。そう。っていう KT がそれをやるっていうのがめちゃめちゃ多分なんていうかな。普通の人としては当たり前のことなんだけど、うんうん、あのね、思い込み激しこの KT ちゃんとしては、はい、なかなか難しいことだったから、いやめちゃくちゃ難しかった。だってその準備してる間、うん、なんか左脳、あの論理的思考って左脳が働くじゃないですか、うんうん、だからあの顔の右側がなんかこう引き締まってて、脳みそがキュッて引き締まるから、あの斜め方向のこの右のほっぺがめっちゃキュッて引き締まってて、それは言い過ぎやわ。いやマジで、え石田さん言ってたじゃん。それは言い過ぎだわ。頭使ってるから片方の顔がだけ引き締まったよねって。あのね、いやむくこっちだけむくまないとかあったよ ね。ありましたありました、うん、そう聞き顔が左側だったのに、左面だったのに気づいたら、ね、そう MC バトルのこの準備してる期間中に聞き顔右側になって、そうだからそれぐらいこう普段ね妄想してくんだよね、いろいろね連想ゲームでね。そうだから陰とかは結構出てくるタイプなんだけど、そうこうまっすぐ返すともう人が思ってる2つ3つ前の3つ先のことを言ってしまうから、まっすぐだから丸々なんだよね、うんそうだよじゃなくて、なんとかがなんとかがこうでこういう風になってて、こういう風なことが起こってて、私はそれに対してこう思ってるからこういう風に思ってるって、で結果返してないじゃんみたいな、ま、今のトークを聞いてわかると思うんですけどなかなかね難しいことですね。結論からちゃんとまっすぐ正面から返すっていうところを、はい、今はごく当たり前のことなんですけどね、まあまあでもまあ人間って難しいね、うんうんうん、その複雑さを知っていく宇宙人みたいな気持ちで、でも最近は生きてました。ポンポン勝ってったあの時の心境ってどんな感じなんですか。いやなんかすごい集中してたからだと思うんだけど、頭がすごいクリアになってて、やっぱりその相手の言葉に対してまっすぐ返すっていうことができてなかった時はなんか次どういうこと言おうって相手の話をちゃんと頭の中で理解できてないのに返しを考えてるから、もう頭の中むっちゃくちゃになってたけど、なんか昨日の時はあ相手はこういう風に言ってきてるから、あ自分はじゃあここの矛盾点をついてこういう風に返して最後にこのパンチラインで刺そうみたいなところまで結構頭の中でなんか構成というか設計図をパッとその場で考えて返すっていうことがなんか頭がすごいクリアになっててできてたから、それであとはバイブス、もう絶対に勝ってやるっていう、やっぱマジで調子悪いなって思うバトルが最近あったから、なんかその悔しさっていうか、なんかみんなにももうああだこうだいろいろ言われたじゃないですか。いろいろね、そういつも言われてるよね。そう、まあ、いつも言われてるけど特に言われてたから、うん、いやもうここは やっぱ KT ちゃんは両国まで立ったあの KT ちゃんは間違いなかったんだって絶対全員に言わせたいみたいな、うん、なんかそういう気持ちがあったから結構そのバイブスもこもりつつ
その練習、まあ、準備してきた成果も出ていい感じになったのかなと思ったけど、いやもうでも決勝までマジで行くつもりぐらいの気持ちだったから普通に悔しかったですね、負けた時も、うん、3回戦目で負けたんだけど、その時もね4対6ぐらいで負けちゃって、結構会場でステージ立ってわーって歓声、どっちが勝ったわーってやってる時に、あーこれもうあと1個刺せば勝てたなみたいな、うん、なんかそういうあと一歩だなみたいな惜しい感覚もあったから、でも今まではそれが1回戦目で終わってたわけだからマジで成長だなって思うし、なんかここからだけど、ここからさらになんか強い MC になる、その第一歩目のきっかけをちゃんとつかめたなっていう感じだったかな、うんうん、まあね、なんか方向性は間違ってないかなって確認ができたというかね、うん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 、で終わった後にいろいろ発表したじゃないですか、うん、発表しましたね、うん、ちゃんとお伝えしましょう、はい、うん、まあ、昨日3つ発表、大きな発表したんだけど、まず1つ目があと数回で MC バトルを卒業します、しみじみ、まあ、アーティスト活動の方に、集中して活動していきたいっていう思いから、まあ、この宣言を決めたんだけど、 MC バトルは本当に私はそこから始まったし、その高校生ラップ選手権っていう一番最初のバトルに高校生の時に何も知らない私がポンって飛び込まなかったら今の私もない、絶対にありえないと思うし、そういう意味で MC バトルにはめちゃくちゃ感謝してるし、だけれどこれからアーティストとしての KT ちゃん、まあ、さっきチョマもみんなに聞いてもらったと思うけど、まあ、ボーダーレスな国境も越えて、あとカフちゃんとあの楽曲もそうだけど2次元3次元も越えていろんなボーダーを越えていく KT ちゃんになりたいと思って、まあ、アーティスト活動に専念しますっていうことで卒業宣言しました。はい、もう石田さんがめちゃくちゃニヤニヤしてんだけど いろんな要素が入っちゃうからさ、うん、伝わりにくくなっちゃうからさ、なるほどねここは簡潔にそう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  MC バトル生かしてこう、生かしてこう、うん、生かしてこう、やっぱそういうの、やっぱ生かしてこう、うん、だあのね、2つ目はもうあるもんね、はい、その流れでね、チョマの流れであるじゃないですか、はい、2つ目がアジア進出します。これはもう本当に確かに今一つ目の話で二つ目の話入れ込んじゃったのね。そう、アジア進出、あのチョマをリリースするっていう、そのタイのアイビーちゃんと韓国のブリンちゃんと、日本の私 KT ちゃんで3人で曲を作って、まあ、これからアジアにも KT ちゃんの活動を届けていこうっていう、その第一歩目として、まあ、今回発表しました、まあ、4月17日に EP リリースになるので、まあ、みんな今これ聞いてくれてるみんなには絶対聞いてもらいたいし、まあ、チョマがリード曲になってるけど、まあ、全部 EP の名前は Wonder。 これの意味は何ですか？これはそうだね、話してないよ。これはあの Wonder の1があの ONE で1って意味の1っていうのと、あのそれに DER をつけてワンダーで、ファンタジーな感じの世界観っていう意味のワンダーにしたんだけど、これの意味としてはまずそのアーティストとしての KT ちゃんを改めて第一歩、アーティストとしてここから活動していく私を見てください、ここからだよ私はっていう気持ち、熱い心を込めてワンっていうのを入れたのと、あとはやっぱり私がこうラップしていったりとか、曲今までリリックを書いたり曲を作っていった中で、自分の中の軸としてあるファンタジーな世界を表現したいっていうところはこれからもずっと貫き続きたいし、そのファンタジーな世界に
聞いてくれる曲を聞いてくれるみんなを引き込んでのめり込ませて、でなんかその日常をそのKTちゃんワールドのフィルターをかけて、なんかファンタジーにな世界にのめり込んでゆらゆら生きてほしいっていう思いを込めてワンダーっていうタイトルにしました。まあこれが4月17日に、はい、はい、リリースされるので、まあ今までのシングルで出した楽曲もそうだし、あとこのチョマと新曲ももう一曲ピカピカっていう曲が入ってますので、皆さんぜひチェックしてください。思い込み激しこのテーマソング、はい、チョマ、チョマじゃないよ、ピカピカね。あ、ごめんなさい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 。で、FM 横浜で横浜だから、あの横浜イメージして作ったピカピカがテーマソングになってる。はい、ごめんなさいって。いや、これね、やっぱり FM 横浜さんの思惑は正解でしたね。私を入れて、はい、本当に。いや、よかった。はい、3つ目いきましょう。はい、はい、3つ目が秋にワンマンライブを開催します。イエーイ。 やっと実現したかったことが実現できそうで、今までKTちゃんの主催のライブを何回か開催してきたけど、まあその時はゲストの方にも出演していただいて、スリーマンライブだったりとかでライブしてたんだけど、まあそのアーティストとしてのKTちゃんをこっからだぜっていうのを皆さんにバーンとお披露目できる機会を秋のワンマンライブで作りました。もうとにかくまだ詳細は全然決めてないけど、とにかくめちゃくちゃ楽しくってワクワクする、そして感動する、心が揺れ動く KT ちゃんのファンタジーな世界にのめり込むようなイベントに、まあ、なることは間違いないでしょう。もう今のうちからみんなに準備しててもらいたい、心の準備を。あと日程もね、まあ、秋の何月になるかはまだ言えないけど、まあライブこの日かなって思ったところは全部開けといてください。ひどいな、それはひどいな。いや、まあ、秋ってでもね、うん、ふわっとまあなんとなく9月とか10月とか11月とかぐらいなのかなぐらいじゃない、うん、そうですね、うん、まあ、9月10月11月全部開けておいてください。いやいやいや、おかしいでしょ、おかしい、全部開けられないでしょ、そんな暇な人いないから、そんな、いないか、うん、みんな忙しいか、まあまあね、キンキンにね、うん、発表できたらいいですよね。はい、はい、皆さん、SNS ちょっとチェックしながらお楽しみに待っててください。 FM 横浜 KT ちゃんの思い込み激しい、この番組は日々の生活でも思い込みが激しめな私ケイティちゃんがどのように普段物事を捉えているのか脳内を探っていくトレジャープログラムです。まあ、そんな、思い込み激しこの番組ではメッセージを募集しています。ラジオでお聞きの方も、ラジコでお聞きの方も、ポッドキャストでお聞きの方も、ぜひ番組までメッセージ待ってます。皆さんが激しく思い込んでいたあれこれをぜひ大募集してるんですけど、例えば子供の頃、はい、本当に空が飛べると思ってた、いいね。あとはエクセルのレッツと行が何度言われても思い込みで逆になる、これあるよね、ある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 。ああ、私エクセルあんまり使わないから分かんないかもしれないんですけど、いや、これはありますね、あるんですね、はい、あれどっちだっけどっちだっけみたいな、はい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 、確かにレッツと行って、うん、レッツが横で行が横、あ、レッツが縦か、もはや自信ないもん、列が縦だな、うん、でも空飛べると今も思ってるでしょ、若干、あ、思ってます。な、魔法が使えるならって言われて一番最初に口にするのは空を飛びたいです。はい、次行きましょう。はい、はい、あ、でも私がちょっと思い込んでたエピソード1個あるんでちょっと話していいですか。話したかった。いいですよ。これ小学校の頃なんですけど、はい、エレベーターの中にお化けがいるって 120% 信じ込んでたんですよ、
はい、まあ、お化けがいること自体はね、まあ、実際も、まあ、きっといる今もいると思ってるし、まあ、いる説が強いのかなって思うんですけど、その時にあのエレベーターの中にのお化け見えないんだけど、エレベーターに乗る時に失礼します、お邪魔します、あ今日も天気いいですねって言ってお化けに話しかけるっていうのを習慣にしててで、なんか大人にっていうか、まあ、ちょっと心が大人になって成長して小学校高学年ぐらいになった時に、なんかお父さんからエレベーターでそのお化けに話しかけてるって話をした時に、いやお化けに逆に俺の存在知ってるんだって言って取り憑かれたらどうするのって言われて余計怖くなって、そこからはあのお化けに話しかけないでもうフルスルーして逆に鼻歌を歌うっていうことをやってましたよ。だからお化けがいるって思い込んでるってことね。うんうん、まあ、結果的にはそう、結果的に今もいると思ってる。思ってますよ。これでもいろんな説があって、へー、はい、そんなのいねえよって言い切る人もいるからね。いやでもなんかそれは世の中から目背けてますよ。いや背けてない、背けてない、それはもうあの科学的ななんかいろんなことが起こってるだけだよとか、あなんかよく物が動くとかあるじゃないですか。はい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 、なんとか現象とかで説明がついちゃうみたいな。そうそう、もうね、なんか結構よく飲みながら話すとそういう人もいらっしゃいますね。へえ、いいですね、はい、確かに科学的な根拠で明らかになるとかあったらね、お化け怖くなる心配ないし、いいですね、解明されてほしいな。まあそんなこの番組、メッセージは hageshiko@fmyokohama.jp、 hageshiko@fmyokohama.jp、 すべてローマ字なので、ここまで、送ってきてください。皆さんのメッセージ待ってます。そしてメッセージフォームからは FM 横浜の番組サイトの中にある番組へのメッセージをクリックして、メッセージの欄とラジオネームの欄は必ず書いて送ってください。私のインスタなのでリンクも貼って投稿しているので、皆さんぜひ SNS もフォローしてチェックしてください。思い込み激しく On FM 横浜 Podcast、 FM 横浜ポッドキャストでKT ちゃんがお送りしています。聞いてる？ KT ちゃんの思い込み激しこ、エンディングのお時間です。いや、まさか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 の、はい、初回でね、尺感わかんなくって話盛り上がって、はい、いろいろ話しまくってたら、なんとねコーナーがあったのに、はい、あの話す時間がなくなった。そうなんですよもうね、まあ、いいんじゃない、でも初回の出だしな感じとしてはいいのかいまあこのぐらいね話すこといっぱいあった方が、はい、まあまあ、ね、まあ、ないよりはね、うん、楽しく盛り上がっていくんじゃないかと思うので、はい、まあ再来週に、まあ、新コーナーを、まあ、今日やるはずだったコーナーをやりますので果たしてできるのかね、はい、ちょっと巻き巻きでいきましょう皆さんの楽しみにしててください。はい、ここでケイティちゃんからお知らせです。4月17日デジタル EP ワンダー、みんな配信されたらぜひチェックしてください。そしてもう一つ、4月27日にパニャパニャという私主催のイベントがあります。こちらはゲストの方もお呼びしてるので、ぜひ SNS チェックして遊びに来てください。そして私の SNS フォローの方もよろしくお願いします。なんか今後私のインスタも使ってみんなからメッセージ募集したりとか、うん、うまいこと、質問箱だっけね、そう質問箱で、うん、思い込み激しこと連動できたらいいなって思ってるんでね、はい、みんなインスタの方もフォローして、インスタの方も、はい、インスタの方もフォローして、なぜ言い直したの今。いや1回目噛んで2回目も噛んで、うん、で3回目3度目の正直、はい、わかりました、はい、まあ、インスタの方もみんなフォローしてぜひ質問箱書いてください。 FM 横浜ポッドキャストで KT ちゃんがお送りしてきました。聞いてる？ KT ちゃんの思い込み激しこ、また次回バイバイ。